美食70年の体験。北大路路三人。美味団も考えてみるとなかなか容易ではない。前に木下の、美味急進、大谷光水の。食、村井玄祭の。食道楽、旗の正五郎の。食味の神髄を探る、大河内正俊の。味覚など、それぞれ一家の弦を表してはいるものの、実際、美味問題になると、 いずれも表し得たりと学ぶに足るほどのものではない。おのおの微妙道楽の体験に貧困がうかがえて継続に貸しない恨みがある。というのは料理を作る力の経験を書くところからものの見方考え方が悲壮に終わってしまってもの足りないのである。また一面先天的素質に物言うものがないためという理由もあろう。それに第一。 美に関心が薄い。いずれにしても、食い物の話はあまりにも広く深いので、軽々に論じきれるものではないようだ。だから多くの人の食物団というものが、いつの場合もデタラメである。極限するなら、食物を楽しみ切る術を知らないし、また意欲も足りない。私にしても美味道楽70年、未だに道を尽くすとは言い得ない。 ただ道を楽しんでででいるる。までのことであるしかし、70年も絶え間なく美味生活に没頭した結果、さすがに突き当たってしまい、最高の馬という体の者のはほとんど影を没し、誠に不自由この上もないところに至ってしまった。陥落極まりて愛情をし、の間なきを得ない。これが今日の私である。私を知る多くの者は、そうなって不幸だと思う。 そうかもしれない。どうやら美食癖70年の成果は不幸に終わったようだ。嘲笑に化するらしい。しかし、人の世でいろいろ与えられている典型の中でも、命をつなぐ。食、これをおろそかに受け取ることは愛すまぬことである。数千数万の食物は、いちいち別々の持ち味を持っていて、人間に無常の楽しみを与えている。 このいちいちの持ち味を受け取ってありがたく協力するのが食事であり、料理の道理である。下手な料理で、ものの本質を殺し、せっかくの持ち味を台無しにしてしまうごときは、天に背くものと言えよう。食ってうまくないものを怪しみもせず、無神経に食べて、腹ふくらし病気ばかりしている人々の姿は、誠に少子旋盤と言いたい。ラジオ、テレビ、 雑誌で毎日のように栄養を解いているが、これは栄養失調者がこの世の中にいかに多くはびこっているかを物語っているものと言えよう。幼稚な栄養研究者は、栄養食と栄養薬を混同しているようである。栄養食とは口に微味で人間を楽しませ、精神の親となるもの。栄養薬とは病人をいよいよ病人にするばかりの不愉快極まりないもの。 もう一度言ってみよう。栄養というものは人間が自己の欲求してやまぬところの美味。これを素直に取り入れ、舌鼓打ちながら、うまいうまいと絶叫し続けるところに、おのずと健康は作られ、栄養効果は上がるのである。多くの実例が示すように、栄養食がまことにまずいものと評されているようでは、理屈通りの栄養効果は望めるものではなかろう。 食を解く限り食品そのものの持つ特質を鋭敏に察知し、そこから料理を工夫発見し、合法的に処理するなら、食ってうまい。うまければ栄養は申し分なく発揮され、心身爽快健康成就と落ち着くのである。こうなれば料理の考え方も芸術的になり、面白くもなるというのである。世間のインチキ料理、デタラメ料理にごまかされて生活しておるとすれば、 世の中が殺伐になるのは当たり前だ。異色足りて礼節を知る、は今日においても真実の源だ。私は、私の体験を誇りがましく言うつもりは妄頭ないが、今述べたような食生活を長々と続けた結果、私は七十年の今日まで、およそ病気らしい病気をしたことがほとんどない。常に人から主語の顔色と間違えられるまでに血色が良いらしい。 第一寒さを覚えぬ。暑さも平気である。仕事にしても通常人の数倍はしてきたつもりである。よく笑い、よく断じ、金のないのも、人の笑うのも一切苦にならぬ。だから健康なのだと人は言う。己の欲する工事ばかりの生活は、これこの通りということになろうか。定本、ロサン人の美食手帳グルメ文庫、角川春樹事務所。 2008平成20年4月18日第一冊発行。定本の親本ロサンジ人著作集第3巻料理論集5月書房。1980昭和55年12月30日初版第一冊発行。1993平成5年5月12日新創改訂版発行。初出芸術新調。 1954、昭和29年1月号。初出時の表題は、美食50年の体験、です。入力角田博士、厚生、のりこ斎藤。2009年12月3日作成。2017年11月10日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 http://www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのはボランティアの皆さんです。